もう一度だ。相手をしてやろう。こんにちは。デビルメイクライシリーズでダンテの双子の兄バージルを演じております平田博明です。今回デビルメイクライ5スペシャルエディションでついにファンの皆様待望のバージルがプレイヤーキャラクターになりました。パチパチパチ。そこで今日は次世代ハードの性能を存分に生かしたこのゲームの魅力を紹介していきたいと思います。デビルメイクライシリーズはかっこよくかつ爽快に敵を倒すことを追求し、スタイリッシュアクションというジャンルを確立。全世界で大人気のアクションゲームだ。2019年に発売したデビルメイクライ5は世界中で数々の賞を受賞。平成最後にして最高峰のアクションゲームといっても過言ではない。デビルメイクライ5スペシャルエディションはデビルメイクライ5の最終進化パワーアップ版だ。それではその凄さを5つのポイントで解説していこう。その1、まるで実写の映像美。レイトレーシング対応。レイトレーシングとはゲーム中の光の動きを現実に近い計算で描画する、今までよりリアルな映像表現ができる次世代機ならではの機能だ。ほら、この水たまりに映っているキャラクターとか背景とか、カーテンの揺らぎに合わせて揺れる光とか、穏やかな光が醸し出す絶妙な空気感とか、とにかくリアルで綺麗だろう。ぜひこの美しい世界でキャラクターを動かせる感動を味わってほしい。その2、さらに激しくスピードアップ。ターボモード。もともとスピーディーだったデビルメイクライ5がさらにスピードアップ。ゲームプレイそのものが 1.2 倍速になるターボモードを搭載。今まで以上にかっこよくスタイリッシュなプレイが楽しめる。一度この速さを味わったらやみつき間違いなし。もう前のスピードには戻らない。その3、画面を埋め尽くすほどの悪魔を蹴散らせ。新難易度レジェンダリーダークナイト。いいよこの悪魔の群れを。そしてその群れを一気に蹴散らす爽快感が大量の悪魔をスタイリッシュなプレイで一掃だ。その4、バージルがプレイ可能に。ヤマトによる斬撃、レオウルフによる近接技はもちろん、ミラージュエッジや幻影剣を駆使して悪魔どもを蹴散らしてやれ。基本となる次元斬による追い打ちやドッペルゲンガーによる分身攻撃に加え、最強の新魔人化、そして超大技の次元斬絶で悪魔を一掃する爽快感は抜群だ。さらに今作では別キャラクターへの変身も。これは一体どういうことだ。その後、デビルメイクライ5のダウンロードコンテンツも収録してお買い得。デビルメイクライ5では別売りダウンロードコンテンツだったデラックスエディションアップグレードと EX カラーパックも本作には収録済みだ。ロックバスターをはじめ個性的なネロやダンテの武器が使用できるようになるほか、シリーズ歴代のサウンドや衝撃のプレミアム実写コンテも収録。なんとこれは本編のイベントシーンと差し替えてプレイできてしまうらしい。この映像非常に気になる。ということで5つのおすすめポイントを紹介してきたが、だんだん欲しくて仕方がなくなってきたそこの君、より詳しい情報は公式サイトをぜひ見てほしい。デビルメイクライ5スペシャルエディション、発売日はこちら。悪魔の力思い知れ。